皆さんこんにちは。国民民主党参議院議員の河井貴則です。交通運輸の労働組合さんから、東京オリンピックに関するご相談をお受けしました。7月23日から8月9日までの期間、選手および大会関係者がホテルと競技会場の移動の足を確保するため、全国から2500台のバスを東京に集めるとのことです。 しかし、ワクチン接種の対応が自治体間でばらついているため、このままではバス運転手がワクチンを接種しないまま東京に派遣されるとの指摘でした。早期のワクチン接種を望む国民が多い中、一部業種の方への優先接種には様々なご意見があることは理解できます。自治体によっては地域住民からのクレームを恐れて、バス運転手への優先接種に及び腰のところもある様子です。しかし、 海外からのお客様と接することによって、バス運転手の感染リスクが高まることは言うまでもありません。また、海外選手団や大会関係者がワクチン未接種のバス運転手を忌避することを想定する必要もあります。オリンピック、パラリンピックの開催に向けて協力してくださるスタッフを無用な危険にさらすわけには参りません。こうしたことから、私は受け入れ側である 東京都のオリンピック・パラリンピック準備局に対して事情を説明し、必要な対応を取るよう要請をさせていただきました。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。